こんにちは、つちのこです。今日はね、闇キュービを仲間にするまでやってみたいと思います。闇キュービはですね、ウバウネのクエストとか、ウィスパーの過去に戻るやつのクエストですねを終わらせてから、夜の沢山城に行くといます。場所はね、この位置ですね。お城のすぐ右ぐらい、ちょうどね、出てきているので話しかけてみましょう。この手に宿る闇の炎が世界を滅ぼせと叫んでいる。一人でなんか変なこと言ってる。怖そうだし、見ないふりしとこうか。誰だ貴様、この闇キュービ様をじろびじろ見つめるなど無礼だぞ。聞く、ごめんなさい。いや待ちたまえ、貴様から深い闇の力を感じるぞ。私は永遠の闇に囚われし者、その闇の強さ確かめてやろう。はい。そう答えたからにはこの闇から逃げることはできんぞ。絶望の奈落へ落ちるがよい。さあ、強いんでしょうか。ちょっと何が好物なのかは分かんないので調べます。おでん、おでんが好きなんだね。ちょっとおでんはね、この柔らけ牛筋しかないのでこれをあげときます。そして花保人で取り付く。おっと、一発撃沈しちゃった。ちょっと想定外でしたね今のね。よし、取り付いた。あったのに。あった。よし、仲間確率アップ。結構火力ありますね相手ね。よし、やっつけました。さあ仲間になるでしょうか。まず1回目お願いします。あ、残念ですね。闇の力を極めたこの私が貴様の強さに絶望してしまうとは。どうやら貴様に宿る闇の力を甘く見ていたようだな。次こそは真の闇に落としてみせる。またこの場所で落ち合おう。ということで、いつも通りの一日妖怪ですね。ということでリセットマラソンしていきたいと思います。2回目です。せーの、ほい、こい。あー、残念。はい、3回目、せーの、はい、カモン。よし、来ました、闇キュービ。その弱いでそれほどの闇を抱えるとはな。気に入ったぞ。はい、やりました。闇キュービ、闇に染まれ。闇キュービ、闇に染まれ。ニックネームはどんなのでしょう。黒ギツネ、ブラック、邪悪様、中二。ちょっと待った。これ中二って、中二病のことですか。もうこれもう決定でしょ。中二病ですか、やっぱり闇に染まるみたいな。まさか中二があるとはね。
さあ、それじゃあね、妖怪メダルの方も見てみましょう。闇の力を極めたこの私が貴様の強さに絶望してしまうとは、甘く見ていたようだな。うん、ね、でももう友達になってくれましたから見てみましょう。さあ、闇キュービー、おお、やっぱりこうおどろおどろしい感じですね。それじゃあ、うすら影族だ、妖怪メダルセットオン。おっと、召喚の構え。俺たちの影、うすら影召喚であります。闇キュービ、闇に染まれ。かっこいいね。ああ、抱っこして寝てる。さあ、辞典の方も見てみましょう。これか。暗黒の力に魅せられ闇に染まったキュービ、すべての希望を踏みにじり世界が絶望で満たされる日を望んでいるとかいないとか。スキルはドレインの HP 回復量が増える、ドライン系ですね。尻尾打ち、死神の術、終わりの始まり、 HP をどんどん減らす効果もあると。漆黒の闇、 HP がどんどん減ってしまう。ああ、なるほど、 HP 減り系の攻撃がメインってことですね。ということで、闇キュービ無事にね、仲間になりました。他にもですね、妖怪ウォッチの動画どんどん出していこうと思うんで、よかったらね、チャンネル登録してみてください。それじゃあ、土の子でした。